株式会社77銀行は宮城県仙台市に本店を置く地方銀行。地元の宮城県内では七七の略称で呼ばれることもある。国立銀行としては77番目に設立された第77国立銀行を源流とする金融機関77銀とも宮城県及び仙台市など県下多くの自治体の指定金融機関を受託している。 長期信用格付けは A、A、A、A となっている。1872年に制定された国立銀行条例によって全国が銀行設立ブームでは聞かえる中、仙台でも銀行設立の動きが活発化した。元仙台藩主の氏家厚時を中心とするグループは当時は第一国立銀行と三井銀行の出張所しかなかった宮城県の現状を 憂い、地元に基盤を置く銀行の設立を決意。1878年2月20日に、大倉省に願書を提出した。願書は、ほどなく認可され、同年12月9日、第77国立銀行として、業務を開始した。初代討取には宇治家が就任した。第77国立銀行の設立にあたっては、渋沢栄一が大きく関わっている。 もともと国立銀行条例の起草に関わっており、大倉省に入る動機を作ってくれた伊達宗成は元宇和島藩主であり、仙台と宇和島は仙台藩主だ達しつながりの血縁関係の都市でもある。このような背景から渋沢は東北の振興にも関心を持ち、その確たる国立銀行設立を目指す宇治グループにアドバイスを送った。さらに、 設立に際しては自ら資本を出資し、自ら頭取りを務める第一国立銀行から人材を派遣するなど、物心ともに第七十七国立銀行を支援した。第二代、四代の頭取りの遠藤圭氏は渋沢の推薦であった。本店ビル本店所在地の変遷。石橋を叩いても渡らないと評される七十七銀行の経営は、良くも悪くも堅実である。 開発融資、不動産投資への自制のみならず、万全とした取引そのものへの今しめは、慎重さを如実に示しており、メガバンクが国民の税金による公的資金導入に至らざるを得なかったバブル崩壊後でも77銀行は健全経営を続けた。株式売買の生産に関わる水筒業務を証券業界用語で馬鹿業務という、東京株式取引所では、 増大する出来高に対応するため、馬鹿業務を銀行に委ねることにし、1894年10月、第77国立銀行に業務を委託した。国立銀行条例に基づく銀行とはいえ、東京ではなく、仙台に本店を置く同行が選ばれたのは、東京支店が、東株部の近くに立地していた点に加え、渋沢栄一の推薦や、不況による株価の暴落で経営が、 危機に瀕した時に同行が救援融資を行った事情などから1株の高い信頼を得ていたことが挙げられる。以来、1949年の証券民主化で帝国銀行と富士銀行が参入するまで馬貫業務は77銀行の独占状態にあった。1997年10月の当初の制度改革で馬貫業務は生産銀行制度に改組されたが、 77銀行は、引き続き生産銀行に指定された。2003年1月、日本証券クリアリング機構の業務開始に伴い、同機構の指定する資金決済銀行となり、同行日本橋支店が業務を行っている。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震は、77銀行においても甚大な被害をもたらし、 沿岸部の営業店を中心に建物の全壊半壊にとどまらず人的被害ももたらした。この内大長は支店では、行員15名のうち13名が津波に飲まれ、死亡、行方不明という大惨事となった。2012年9月11日、同店従業員3名の遺族が安全への配慮を怠ったとして、 同校を相手に契約2億3500万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。2014年2月25日、同地裁は屋上を超えるような20メートル近い巨大津波の予見は困難として賠償請求を棄却する判決を下した。遺族側はこの判決を不服として控訴した。判決を受け同校は12人の行員、 スタッフを失った悲しみに変わりはない。防災への取り組みや意識を一層高めたいとのコメントを発表した。2014年6月10日、仙台高裁において控訴審の第1回高等弁論が開かれ、遺族側は請求を棄却した仙台地裁判決の破棄を銀行側は控訴棄却をそれぞれ求めた。翌2015年4月22日、同高裁は銀行側は 支店屋上の高さを超える津波を具体的に予見することはできなかったとして、地裁判決を指示、遺族の構想を棄却した。判決を受け同行は、このような悲しい出来事が繰り返されることのないよう、防災への取り組みを一層強化していくとのコメントを公表した。また遺族側は上告の意思を表明している。なお赤い協議は継続されていたが、 同3月17日で打ち切られている。2016年2月17日付で最高裁第2小法廷は遺族側の上告を退ける決定を下した。これによって遺族側の敗訴が確定した。女川支店は震災後仮設商店街に設けた店舗で営業を継続していたが2017年9月4日から完成した新店舗で営業を開始した。 また、77銀は2018年3月11日までに、鎮魂や防災の強化、風化を防ぐことなどを目的に、慰霊碑、誓いの日を混流する意向を明らかにしている。宮城県内に厚い店舗網を築く上、準本拠地と位置づける、福島県には、浜通りの都市を主体に展開するほか、法人営業部を含めて数えると、東北地方すべての県に拠点を構えている。 2011年9月には、名古屋支店開設以来となる県外店として、岩手県に北上支店の開設を予定していた。しかし、東日本大震災などの影響から開設は、無期延期とされていたが、2012年6月25日、フルバンキング店として出店されている。前日の通り、東京都内には、東京支店と日本橋支店の2カ所の支店を構えているほか、 東北の地方銀行で唯一、名古屋支店と大阪支店が設置されており、いずれも空中店舗で ATM は撤去されたが、窓口ではカード入金を取り扱う。その他、北海道札幌市にも店舗を持つ。2008年11月には、旧宮城町地区2店目となる、栗尾支店を、さらに県内としては5年半ぶりの新店舗として2014年6月9日。 長町南支店を開設した、両店ともフルバンキングでの営業を行うとしている。ブランチインブランチ施策については、東日本大震災で被災した拠点の一時的な営業先として他店舗内に取り込む以外には行ってこなかったが、2014年8月25日より、本店営業部 JR 仙台出張所を母店である本店内に取り込み、1985年に、 英国に、ロンドン駐在院事務所。1988年には、米国に、ニューヨーク駐在院事務所を開設したものの、いずれも1999年に廃止となった。2005年7月、中華人民共和国に、上海駐在院事務所を開設。さらに2016年5月27日、シンガポール駐在院事務所を開設した。2007年8月、 仙台市泉区から富谷市にかけての赤市南、赤市台、新富谷ガーデンシティ地区をエリアとする赤市台支店を開設した。2008年に入ると泉中央副都心と長町副都心の店舗にエリア制を導入し泉支店、長町支店を母店とする体制に移行した。大白区エリアではその個店の一つとして富沢支店を開設した。また森関の下支店。 岩沼西支店といった個人向け支店を順次、開設した。この他2018年6月には、セミセルフ端末や本店との遠隔相談が可能な、個別ブースを設けた、同行の最新型店舗である、蛇田支店のぞみや出張所を開設した。同行としては、初のインストアブランチを、名取市の大型商業施設、4ンモール名取に、ヘアリ相談プラザ及び、 公営事業である仙台市立病院では水道取扱金融機関でもあるが宮城県については病院事業を除くすべての地方公営企業の水道取扱金融機関である。病院事業が除外されたのは県立病院が従来仙台市になかったことによる。2019年9月仙台市と地域活性化のため6項目で協力する連携協定を結んだ。 県内全店及び一部を除く県外店では宮城県収入少子の売りさばきを行っている。また本店営業部には専用の窓口を設けている。インターネットバンキングインターネットバンキングはテレホンバンキングのオプションサービスとして提供されている。サービス開始当初利用に際しては手数料が徴収されていたが2008年4月14日以降、 ペイイージー提供開始とともに無料化された。ATM についても IC か生体認証取引対応を進めるなど構成に転じた。2006年8月21日に IC キャッシュカードの導入を開始、同時に生体認証取引に対応し、手のひら認証を採用した。カード到着後に生体認証の登録を講座店窓口で行うことで、 生体認証での取引が可能になる。それぞれのデザインに、直ストライプのある多項利用可能型と、直ストライプのない時効限定型の2種類があるが、時効限定型の場合、生体認証の登録がない場合で、IC カード対応 ATM であっても、コンビニ ATM で利用できない。キャラクター IC キャッシュカードは2008年3月26日より発行開始となった。 コツコツくん、ナナちゃんのオリジナルキャラクターではなく、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台パチジュアーズがあしらわれた、地元プロスポーツチームのキャラクター3種類を採用している。2013年2月15日発行受付部により、IC キャッシュカードの有効期限及び、発行手数料を廃止し、一般デザインの IC カードのデザインをマイナーチェンジし、新たに、 レインボーデザインを加え、前述のプロスポーツチーム3種と一般デザインに展示で77がエンボスされたカードの6種類の発行に切り替え、オリジナルキャラクターのカード及び IC のないカードの発行を停止した。新カードはエンボスレスカードとなり、カード面に印字される形を取る。多行利用可能型と時効限定型があるのはこれまで通り。 2013年3月21日から同年7月末までに、順次各支店で IC キャッシュカードの即時発行を開始された。即時発行されたカードは、希望者についてはその場で、生体認証の登録も可能である。2013年3月11日以降に、口座開設内誌は、満行に伴って繰り越した場合に発行される、通帳から環境配慮型の素材を使用し、 かつ時期に強いハイ CEO の直ストライプがついた隠し通帳へ切り替えとなっている。2004年4月に行われたトムとジェリーのキャラクター仕様の停止を含む大幅なデザイン変更並びに2008年のプロスポーツチームデザインの総合講座通帳の追加以来のマイナーチェンジとなっており、直ストライプの色がグレーから黒に変更され、裏表紙に UD フォントマークとベジタブル。 オイルインクマークが新たに付与されている。同行における情報処理システムは第二次長期経営計画で策定されたオンライン化推進の計画に沿って1970年11月、為替システムが稼働したことに橋を発する。また、この間には電子計算機を収容するため東2番町に事務センターを建設するも事務量の増大化に伴う共愛化の懸念が出てきた。 ため、1974年7月には、木町通り2丁目に従来比4倍強の床面積を誇る地上7階、地下1階からなる新事務センターが竣工した。そして、創業100周年を目前に控えた1978年10月、有所オンラインシステムの稼働により動向における総合オンラインシステムは全面稼働となった。 また1983年1月には富士通と共に構築した営業店の改善ニーズを反映させた第2次オンラインシステムが稼働を開始した。その後、金融の自由化や国際化が進展し、新商品の開発も相次いだことから、第2次オンラインシステムの限界時期が早まると想定されたため、第3次オンラインシステム開発委員会、 開発室を設置しシステムの構築に入った。1990年4月には、証券業務システムと、障害支援システムの稼働が、皮切りとなり、1993年3月には、第3次オンラインシステムが稼働となった。またこれに補聴を合わせ業用の拡大や、集中業務部門の設置などから境外化していた。 木町通りの事務センターに代わって建設した新田産センターである泉センターが1996年10月泉区苗通2丁目において運用を開始した従前は富士通メインフレームによる自己構築の環状系システムを稼働させていたが横浜銀行並びに北北フィナンシャルグループ参加2行とのシステム共同化で合意2016年1月4日 NTT データが構築する共同利用システムメハルへのリプレイスが完了した。これに伴い、子会社である77コンピューターサービス株式、会社は2018年9月30日をもって解散した。本支店137、出張所録、譲渡制預金を含む2016年4月25日から、東京支店の業務は新築された77、 銀座ビルにおいて実施される。口座天井は、長町支店長町南出張所の移転、支店昇格扱い。長町南出張所跡地は、長町南支店長町南三丁目出張所として、ATM コーナーの未存続。2014年5月時点で、震災を理由にブランチインブランチを継続しているのは、森関の下支店内にある、ゆりあげ支店、石巻支店内にある、 港支店の2拠点。同店は2012年から個人向けはフルバンキングを手掛け、法人向けについても一部取扱い範囲を限定して手掛ける形に変更された。森関の下支店については2013年5月13日にフルバンキング店舗へ転換。合わせてマスダ支店のブランチインブランチとなっていた、ゆり上げ支店を新たにブランチインブランチとして取り込んだ。 名取市の宮城県立精神医療センター、宮城県立が、んセンター、及び、栗原市セミネの宮城県立循環器、呼吸器病センターの3施設のみが、従来の県立病院。この3病院は、2011年4月以降、現在は、地方独立行政法人宮城県立病院機構に、運営が移行されている。二0三年に開院した宮城県立子ども病院が、 仙台市内発の施設となった第77国立銀行に関するカテゴリーありがとうございます。